生実力養成編受講の仕方復習の仕仕方方復習さんこんにちはレックス人工師の根本ですここではレックが行う1月からの討練生戦討練実力要請編これをどんな感じで準備をしていってでどんな感じで本番を受けてそしてどんな感じで復習していけばいいのかと,といったものを説明していこうと思いますまずこの生戦討練実力要請編どんなものかといいますとこちらの通り全12回で 範囲指定のある通例になっています。1回はここからここまで、2回はここからここまで。また、択一だけでなく、記述も2問、毎回ついています。3時間で択一35、記述2問を解くという通例になっています。では、まず、通例のスタンスを2つあるということを紹介します。範囲指定があるってことで、その範囲指定に合わせて予習をしっかりやってから、 当連に臨むというパターンと予習を全くしない予習を全くしないで攻めていって復習を優先していくというパターンこの2つがありますじゃあまずは予習専念型について説明してみましょう2段階に分けましょうまず当連範囲の読み込みをしていってくださいインプット教材の読み込み インプット、頭に入れる作業をしっかりできるのは、この1月から3月、これが最後のチャンスです。全部をしっかりやるのは、これが最後のチャンスです。ですので、このタイミングでぜひ、今まで読み込んでいるもの、これを読んでいきましょう。そして、できれば少え、少し構わないんで、アウトプットをして、入っているかどうかの確認をしてください。時間がある方は、例えば平成20年以降の過去問、 でちょっと時間を取りきれないという方はねその分野分野直近2問ずつやると過去問集を開けてあこれは令和3年と平成31年があるなじゃあこの2問やって次いっちゃおうとあこの分野は令和4年と令和2年にあるな分野ごと2問ずつやっていくとこんな感じで入ってるかどうかのチェックをしていきましょうそして当連受講後 にやってほしいこと、これはこれになります。足ごと正誤を確認する、合ってるかどうかの確認をする。そして注意点、間違えたものだけ解説を読むようにしてください。合ってるものまで解説を読むことは絶対に厳禁です。あの合っているもの、自分の思った通りと同じかなでやりたくなるのはかるんですよ。でもこれやるとね。 ああこれ合っっってるどんな理由だだけいたとよし解説よもううん当たってると。これもう一回解いてるんですよせっかくこう会場に来て2時間3時間かけて解くじゃないですか。でそれまたうちに帰ってもう一回解いてるんです。時間めっちゃかかっちゃうんですよ。不安わかりますよ。自分が思ったことと違う理由で正解になってると嫌だってわかるんだけどまあそれ以上に 失う時間の方がもったいないなので間違ったものしか解説は読まないぜひここを徹底させてくださいこれやるかやらないかで当連の復習どんだけかかるか変わってきますそしてその上で間違えたものについて知らないで間違えたのか自分の誤解だったのかの区分けをしましょう で,米印できればね1か月後にもう一回解けるようなスケジューリングをしとくといいです、まあ、これをね間違った問題だけにするかあっているものも含めるかはそれは残った時間で決まるでしょうでは具体的にどんなふうなスケジュールになるかと予習先行型。例えば日曜に「当連」を受講して復習をすると,と決めた場合 で、木曜から土曜でアウトプットをする。で、ものによってはインプットが水曜まで終わんない。もう金曜まで行ってしまうとかいう場合もあるでしょう。その場合はアウトプットの問数は少なめにする。そんな感じでいいと思うんです。それでできれば土曜日。まあ、お仕事がもしなければね、土曜日に期日を2問,問いといておきましょう。 日日曜日に新作を2問解きますでその感覚を忘れないように一回土曜日にね一回受けたことがある問題を解いて、ね、あ,あそうだ不動産こういうふうに解くんだ商業こう解くんだっていうふうに感覚を呼び戻して日曜日に新作を解きましょうこれがおすすめするプランですただものによってはねまあものというか人によってなんですが、まあ、どうしてもインプットがもう合わないともう解くしか自分にはないんだと という方はもうねもうその週ずっとアウトプットしましょうその分野のアウトプットをずっとやっていきましょうでそのかわりまあそのかわりというか土曜日に関しては記述にも解くという点は同じですそして絶対守ってほしいことこれね、まあ、当たっているものは解説を読まないもそうですがここもそうなんです当連の復習は その日に終わらせることいやその日に終わらせるっても終わらないんだよって言うかもしれませんいや違うんです逆なんですよ終わる範囲の復習しかやらないってことなんですレックの当連では一足一足に重要度を入れています一番重要なのが三。まあこれ飛ばしていいよが一。 合格レベルであれば知ってるだろうなってのが2もうこれちょっと問数結構間違えちゃった全部やるともうこれ教授に終わんないなとって思った方はもうその回は星のので間違えたものしか見直さないあこれ結構いけると間違えた問数もそんな多くないとって言った場合は星の2で間違えたものまで見る。 こういう形にして必ず登蓮を受けたその日までに終わる範囲終わる内容で復習は終了させてください。これそうしないとね次の週の予習ができなくなっちゃいます。で次の週の予習ができなくなると登蓮の成績が悪くなる。すると復習に時間かかる。でまた翌週ずっと復習に時間がかか,、ま、っ時間がかっちゃってともう悪いスパイラルにずっと入っちゃうんですよ。 なので復習範囲をぜひ絞ってくださいでは次、復習優先型復習優先型の方はもちろん当練ための学習はやらない自分の学習に専念するそして当練受講後に行うことまあほぼ先ほどの予習優先型と同じなんですが一番下だけ見てください。 復習優先型だとねあれこれ例外なかったっけなっていうのが出てくるはずなんですよで答練中にあれ何だったっけなってあったらね是非ね問題にメモってほしいんです例外あるから見直せとかねでそういうふうにメモをしておいてその部分の見直しをしてほしい答練中に思ったことっていうのは知識を強くする弱点を補強するいいきっかけです ぜひ思い出した論点はメモしてそれを復習の時に見てくださいまた第二段階知らないもの勘違いのもの特に知らないものに関してはインプットに反映していく勘違いしたものも反映するこういう形で是非ね反映するってことをやっていってくださいまあ、ただ、あのー、知らない知識をどこまでインプットテキストに書き込むかはまあこれは 人によって変わると思います少なくともね星3についてはもしテキストに載ってなければそれは入れていった方がいいでしょうそして具体的なプランとしては日曜に当練で月曜にはから土曜は関係ない学習をするでその時にねこれありです例えば当練は当練でやっていく例えば第1回の当練が終わりましたで その次の週の学習は、当練1回目について自分の学習をする。ある意味、その当練で自分の弱点等をあぶり出す。で、あぶり出した上で、その次の週、その部分を復習え、自分で勉強する。ことによって、そこの知識を強くする。これ、成績がちょっと伸び悩んでいる方はおすすめです。逆に、ある程度成績が出ている方は、 多分これやると、ね、つまなくななりますなんで全く関係ない方がいいと思うんです。では最大の悩み事予習型と復習優先どっちにすべきかということなんですがまず基準点突破経験があるかないかでまず分けましょう。 突破経験がなければ、できれば予習型の方がいいです。予習せずに受けてしまって、東レの点数が20問を切ってしまう。やっぱりショックが大きくなるんで、勉強のやる気が落ちてしまいます。一方、基準点突破経験がある。この方は受験回数で分けるのもいいと思うんです。受験回数が次が2回目だと、 いう方えこの場合ちょっとまだね知識のぐらつきというかまばらという点がありえます。なんででこれは予習しておいいいた方がいいと思うんです一方3回目、まあ、特に3回とか4回以降かなってなると、まあ、これは復習型の方がいいでしょう。はい、知識のああるる程度網羅性がかかどうかというところで分けていいと思うんです。もちろんこの予習復習のっていうのはまず一般論なんです。 自分は主要科目は復習型、マイナー科目は予習型とか、基本的には復習型、会社法だけは予習型というふうに使い分けというのもありです。これはご自身の成績、置かれた環境でぜひ分けてみてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。